か尺に幅がいつも一緒だったりしますよ。あのこれをね、実はねジグって一定の尺にでももちろん OK なんですけど、はい、追わせるタイミングと食わせるタイミングを作るんですよ。緩急をつける、緩急をつける。でその時に使う筋肉が変わってくるんですね。例えばこれで着点させたとして、まあ、脇下でやった場合にこういう尺になるじゃないですか。で僕の時は岩田見する時って多分暴れてないと思うんですけど、これほどですね。まあ、要は大きくするか、小さくするか。いや、もう、これ、あと絶対に大きくするか、小さくするか。で、僕の手のひらをちょっと見てみましょう。右手は握り込まない。I know.
seriously, almost every time, maybe not every time, more times than not, when I'm at the point of asking them. See him? ですね、ファームスの、沼田純一、プロにですね、ワンツーマンで、正直言うのですね、基礎から、心意気というか心がけまで教えていただくことになりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。これからも応援してますんで、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。くーやったね。ということでですね、結局途中でフックアウトしてしまいましたが、これはスーパースライドで1投目でですね、平正らしき、大型の何かがかかるというですね、ショッキングな、出来事になりました。で結局ですね、このメタルジグ、発売前の
プロトタイプなんですが、沼田さんにそのまま帰国される際にいただいてしまいました。ありがとうございます。でしかもですね、このジグ沼田プロが実際にメタルバスターというですね、テレビ番組で使用されてですね、実際にオーストラリアに来て初めての平正キングフィッシュを挙げられた、その記念すべきジグということで、ここよく見るとですね、その時の歯型、平正のバイトマークがまだ残ってます。本当にこんなのいただいちゃっていいのかなと思いながらも、大事に使わせていただきます。ただ飾るんではなくて、これ次のシーズン来た時に実際に、実戦投入1投目に使わせていただきます。まあ根がかりしたら潜って取りに行きますけどね。であとこれ、ジガロ QR の80かなの方に、沼田プロの直筆のですねサインもいただきました。ありがとうございます。本当に私のようなですね、素人にまだ毛も生えてないようなですね、まあこんなね、おっさんの、ビギナー、アングラーにですね、ちょっと手取り足取り丁寧にいろんなことを教えていただいてですね、本当沼田さんの人柄が、にじみ出る、本当にいい体験になりました。ありがとうございました。またそうですね、日本でも、チャンスがあればですね、こちらでも、もしまたいらっしゃることがあれば、一緒にちょっと釣りをしてみたいなと思います。本当にありがとうございました。